ズとかパンクとか、いつもはあんまり聞かないジャンルのバンドがたくさん出てて面白かったね。うん、ジャンルにとらわれない個性的なバンドもいっぱいいて、どのバンドも熱かったね。にしてもまさか大学の学園祭に来てライブまでするとは思わなかったな。さすがに緊張したよ。私は思いっきりギター弾けて気持ちよかったよ。アリサもでしょ、すごく楽しそうな音出してたもん。そうか、まあそう聞こえたのならよかったかな。まさか3曲もやらせてもらえるなんてね。最初はドキドキしたけど気持ちよかった。気づいたらあっという間だったね。ありがとうございます。全力でやりきりました。なんか照れちゃうな。やった、私たちの音先輩たちに届いてよかった。ちょっとでもお役に立てたのなら嬉しいです。それに楽器まで貸してくれてありがとうございます。このギターすっごい鳴りがいいですね。のびのび育った素直な子って感じ。うんうん、キュイーンって音が空に伸びていきました。ありがとうございます。さんたち本当にいい人だね。今思いっきり楽しんでキラキラしてた。うん、最高にかっこよかった。ステージで演奏している人たちもみんな、今日来てよかったな。大学ってところがなんかちょっとだけ分かった気がするよ。やっぱり私、進路希望にその瞬間を目いっぱい楽しむって書いちゃいそうだな。だからやめろって。なんか元気もらっちゃった。勉強もっと頑張れそうな気がする。あのさ、私大学に行きたい。はあ、どうしたんだ突然。今日ここに来て分かったんだ。今私たちが感じてるキラキラドキドキはずっとこの先も場所が変わってもずっと続く。場所とか年齢とか今も未来も変わらない。キラキラドキドキは無限なんだよ。まったく、かすみはほんと前向きだな。ま、ほんとに大学行きたいのなら今よりもっと勉強しなきゃだな。うん、アリさん、これからも教えてね。なんか燃えてきた。とか言って早々に燃え尽きるなよ。あ、そろそろ模擬店閉まっちゃうみたい。今のうちにお土産買って帰ろっか。あ、さっき美味しそうなシュークリーム屋さん見つけたんだ。すっごい大きくて中のクリームもいろんなものが選べて。いいな、お土産にぴったりだな。それじゃあばあちゃんとロックの分を買って、それから、あ、どうした？おたえ、今新しいフレーズ浮かんだ。ふんふん、おー、いいね。それじゃあ私は、じゃあお前らここで曲作る気か。それじゃあ続きはアリサの蔵に行ってからにしよっか。賛成。
よーし、それじゃあアリサの蔵に出発。だからお前らいきなり走り出すなって。あ、ちょっとカスミ、おたえギター